ダニー・ソーシドは、スウェーデン・ストックホルム出身の男性歌手。別名、ダニー。スウェーデンの首都ストックホルムのセーデル・マルム出身。2006年に行われた、オーディション音楽番組アイドル2006に出場し、総合第6位の成績を収め、同年に、トミー・ニルソンのカバー曲であるシングル、ウップ・ナ・ディンドルを、同番組関連のプロダクツとして発売し、本格的に歌手としてデビューした。 その後、ソニーミュージックスウェーデンと契約。2007年5月にはデビューアルバムハートビーツを発売しチャート1位を記録した。その後、彼が発売した3枚のシングルがスウェーデン国内でチャート1位を記録。3枚目のシングル If Only You はロシアとポーランドでチャート1位を記録し、スウェーデンのチャートでも3位まで上昇した。 これはイギリスで発売された彼の初めてのシングルでもあった。総指導は同時に以前のアイドル出場者であったエリック・セゲシュテトとマティアス・アンドレアソンとから構成される3人組の男性ポップグループ EMD のメンバーでもあった。グループは2007年から2010年まで活動していた。2008年、彼はダンスリアリティ番組であるレッツダンス2008に参加した。 同年9月にはグラスゴーで行われたユーロビジョンダンスコンテストにプロダンサーのジャネット・カールソンと参加し第12位という結果を残した。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン国内代表を決めるメロディーフェスティバーンにはソロアーティスト及び EMD のメンバーとして合計3回出場した。2009年には EMD のメンバーとして ベイビーグッバイを大地区予選を第1位で通過し、決勝へ進出して、総合第3位。2011年はソロで、インザクラブを大地区予選第1位で通過し決勝に、進出、総合第2位であった。2012年には、アメージングを大地区予選第1位で通過し決勝に、進出、再び総合第2位に終わった。また、2013年には、ジーナ・ディラウィと共に司会を務めている。 彼は、ベルベットとリンダ・ベンツィンによるビクトリアスのミュージックビデオに出演しているほか、作曲家としてアルカサーやパルスに曲を提供した。父親はポーランド人、母親はボリビア人である。流暢なスペイン語を話すことができる。5歳で合唱団のメンバーに加わり、16歳でストックホルムにあるアドルフ・フレデリック音楽学校。 ディラ・アカデミアンという二つの音楽学校へ同時に通っていた。その頃初めてのソウルファンク・ポップ・バンドであるラゲブーシュを結成し、学校で一番の人気を獲得。高校時代から曲を書き始めた。マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティン・バー・レイク、ジョージ・マイケル、ブライアン・マック・ナイト、エルビス・プレスリー、ロビン・シックなどを好きなアーティストに挙げている。 アルバムシングル EMD は2010年後半に解散したアルバムシングルありがとうございます。